オパンブスドジャーナルとは、オパンブスドソフトウェアや関連する出来事を取り上げているニュースサイトである。当初、デッドリー .org にて2000年に立ち上げられ2004年4月1日まで運営されていた。2004年4月1日に編集者のジェームズ・フィリップスと、ホセナ・ザリオがサイトの運営を停止すると発表、ダニエル・ハート・マイエルがコンテンツを保存するために、 掲載記事のバックアップを行った。バックアップサーバーにある d e t r e a o r g のコンテンツにアクセスできるようにするための CGI ベースエンジンを作成するために記事の構造が詳細に調査された。その結果、新しい記事を配信する機能が実装されるようになり、過去の編集者が記事を再配信できるようになった。こうして2004年4月9日にオパンブスドジャーナルは、 現アドレスに移行した。オパンブスドジャーナルは、オパンブスドの FAQ における、二つある、ありがたい、サードパーティーリソースの一つに挙げられており、オパンブスド関連情報の信頼できる、情報源と幅広く認識されている。また、ハッカソンなどのイベントの主要なレポーターであり、オパンブスドの開発者ブログを運営している。ありがとうございます。